はい。ひとつき万撮の清水です。今日はですね、果たして小池百合子は本当にオリンピック中止のカードを切るのかっていうですね、<laughs> そしてそうなったら一体どうなっちゃうのっていうような話をですね、ちょっとしていきたいなというふうに思っています。っていうのもですね、あの週刊ダイヤモンドのサイトにですね、大逆風の東京五輪中止カードを先に切るのは菅首相か小池都知事かっていうですね、<laughs> この話が載っておりました。はい で、あの、この久保田さんっていうノンフィクションのライターさんが書いてるんですけど、私この人のね、記事も結構読んでるんですけども、まあ確かに、<ー>あの、面白いなというふうに思いまして、で、まあ、うちのその動画でもですね、よく、あの、ほんまさん、主に本間さんと安富さん、ね、東大の安富さんといじることになるんですけども、小池梨子が、着るんだよ、中止のキャラだわ、へへへへ,へ、みたいなふうに、まあ、面白おかしくですね、こう言ってきました、我々。 うん、言ってきたが、まあ、あのー、その頃はですね、結構、あの <laughs> まあ、我々のアングラ番組の中でですね、こうなんか、いやー、中止切るんじゃないのゆりこちゃん、横やりゆりこ、辻切りゆりこだろうとかっていうふうに言ってたんですけど、<う>なんか最近いろんなメディアに、<laughs> もはや、小池は五輪を裏切るみたいな記事がパンパン出るようになってきて。出たよね。うーん。あれもう何それ、 メディア的に規定路線なのみたいな。<laughs> ちょっとそういう風になるとですね、あの、ちょっと今までね、アングラーサイトの中で無責任にですね、中止のカードを切るのは小池だよみたいなことに、途ぎれ線もあるからな、とかって言ってきましたが、ちょっとここ、あえて冷静に考えてみようということで、<laughs> え本間さんと話をしたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやー、これね、 最初にそういう、なんか読みをしたのって、いつぐらいだったっけなもうだいぶ前になると思うよね。うんうん。いつぐらいだったっけな年、年明けぐらいだったかなに、そういう線もあるよねみたいな。話をして、横槍りゆり子とかって名前つけたのはやっぱり3月。うんうん。2月3月ぐらい。そんなもんでしょ。うん。 その頃はね、やっぱりまだね、ほとんどそういう観測はなかった,、ねなかった。なかった、<laughs> でたう、うちらで結構、いや、小池が、小池がとかって言ってたら、最近よく見るようになったの、みたいな。<laughs> 最近なんだか、あの、世間が、うん。れ、完全にもうそれを規定路線としてるみたいな。そう,そう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 、小池が裏切るみたいな。五輪中止のカードを切るのあいつだ、みたいな感じになってきて。<laughs> えホンマって。 なんかね、すごいよね、あの、太平洋戦争が始まる直前はさ、よく日米もし戦わばっていうね、そういうこう、言説がさいっぱいいろんなところに載ったわけよ。載ったけど、まさか戦わねえだろうと思ったら、これに向かって戦っちゃってさ、本当に戦っちゃった、おいみたいな。本当に戦っちゃったよ、まあなんか、それにちょっと似た雰囲気があって。 最初は本当にね、数少ない、うん。アングラ情報だったんだけど、うん、今完全に、僕は <laughs> もうそれが普通だろうと <laughs> あ、それ小池はそういうやつだよ <laughs> みたいな感じになっちゃいました。<laughs> いや、まあ、確かに、まあ、我々も言い出したけど、言い出したけど、うーん、まあ、確かに、 一応数字は通ってるんですよ。だってかい、はい、あの I. O. C. と契約してんのは東京都だからね。うん。うん。そう。うん、だから、やっぱり、一番、なんていうの。反対する。その、ど中心に、うん、まあ、ど真ん中にいるわけ。うん。反対じゃなくて、その。うん。オリンピックやるど真ん中にいるけど。うん。そで。でも、ここまで民意がね。うん。 もう完全にオリンピックから離れてしまう。うん、うん、あのー、これは俺もいろんな議員に言ってるけど、うん、はって今78割があのー、明確に反対してるのに、うん、この民意を拾わないでどうすんのよって言ってるけど、うん、議,員議員たちはそれをさやっぱりなんかこうねっ。 あのやっぱりオリンピックっても7年もかけて準備してきたからこうあれぶっ潰すっていうのに自分の名前が乗っかっちゃうとなーみたいなさちょっと嫌だなーみたいなね、うん、ちょっとそういうのもあるうんでも有利校にはそんなもんないから <laughs> そうそんなもんないからあの人にだってこの記事にも書いてあるんですけどあのー、ね東京五輪の風当たりが強くなっていく中で 長田町界隈でである安東に注目が集まっている菅義偉首相と小池百合子都知事のどちらが先に五輪中止をぶち上げるのかというバトルだとかって言っておかしいなそんなこと言ってたの数ヶ月前までなんかうちらがなんかここで面白おかしく言ってただけなのにいつの間に長田町で <laughs> 注目の話になってんのっていう <laughs> まあでもさそうなるわね、うん、こんだけさ、うん あのこんだけその国民の意思が明確に示されている案件、うん、政治案件って本当、ね、ないと思うから珍しいと思うか、うん、珍しいとう。例えば反原発だって言ったってさ、うん、それはあのー、3・11直後は、うん、あの日本は脱原発すべきだっていう意見は7・8割ぐらいあった、うん、だ,だん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 下がってきちゃったじゃん時間がたってさ。 あのー、今多分取っても6割ぐらいだと思う。うん、えっと、脱原,あの原発全部配信すべきだと思いますかって聞いても多分6割ぐらいじゃないかな、うんあの。それでも多数派ではあるけど。うん、でも今回のこのオリンピックみたいにもう7割、8割、9割ぐらいのさ、うんうん、8、9割ぐらいが無理じゃんって言ってる政治案件ってないからね。うん、でってことはさ、 それだけ圧倒的なこの支持を得られるんであれば、それをに乗っかっちゃうっていうことは考えるのが政治家だよねこの記事によると、ですね比較的保守的というか、あのまあ、固い数字を紹介していて、共同通信の世論調査によると、後ろ向きな人は72%、うん、G 通信でも65.4%。 というふうにこう書いてあってですね。まさに本間さんが今言われた通りのことで、これだけ圧倒的な民意が存在するということは裏を返せば国民のフラストレーションは極限まで高まったタイミングで、五輪中止再延期のフラッグを掲げた政治家は圧倒的な支持が得られるかもしれない。ではそんな起き手破りの五輪中止カードを一体誰が切るのかというと、共に負けられない戦いが間近に開い、戦いに主導権争いでバトルを展開しているあの二人しかいない。そう。 7月4日に東京都議会選挙、都議選が控えている小池百合子東京都知事と秋までに衆議院選挙をしなくてはならない菅義偉である。うん。まあそうやなって。まあまあずっと言い続けてたってことと。うん、うん。で、さらにあの突っ込みが書いてあって、おいおいと。どっちも五輪をね、ゴリ押ししてる、<laughs> 当事者やないかと思うかもしれないが、政治家というのは選挙のためならどんなモラルを書いた行為でもできてしまうモラルだって書いてあって。 しかも今回は民意という強い後ろ盾もある、うんまあそうやな。うん、で、結局、ほら、国会がさ、だらだらしてて、うんだからね、結局また野党はね、うん、うまくその風を捕まえられないんだけど、うん、国会が結局、そのもうオリンピックやめた方がいいんちゃうっていう話しよを、うん、できてないじゃん。うん か確かに国民のフラストレーションはたまりつつあるわけ、ねうん、で今回、この看護婦500人引っこ抜きでやろうとしたら看護婦は捨て駒じゃねえみたいなねツイッターデモが起きて10万人がそれにばーって書いてて。すごい,よ、ね、っていう状況が今発生しているときに。うん やっぱりさ、そうだね、じゃあ、やっ苦渋の決断ですけどって言ってたから、涙、う、が、ん、苦渋の決断ですけど、オリンピックはもう中止するしかない。<laughs> <laughs> ちょっと涙の出が悪いな、みたいな。<laughs> 団長の思いないたたたたたみたいな。 ども団長の思いですが、ゴリンは中止せざるを得ないと思いますってね。さっそうとさ。うん。そりゃーんで、どこかでしかも、うん、対決する。その、オリンピックをやるっていう、うん、あくまでもやるっていう勢力と、もう中止した方がいいっていうさ、うん、勢力で、これでさ、対決するっていうことになりゃさ、うん、そりゃあ もはやオリンピックは無理っていう方にみんなな,なだれを打ってくるでしょだって都議選の告知日が25日でしょ、うん、そこから選挙活動が入って、オリンピックは絶対にやりますオリンピックは絶対にやりますっていう風に自民党と公明党が言ってて、そんな中、都都民ファーストの会とかがですね、あの、皆さん都民の命を守るのが最優先です 果たしてオリンピックというのは皆さんの命より大事なんでしょうか私はそうは思いませんオリンピックを中心にしましょうっていうふうに言ったらねそれはもう雪崩を打ってそっちに勝っちゃうでしょ <laughs> でしょ、うん、まあそうするとトミーファースのあのなんつったっけあの小僧小<ー><あ>島さん <laughs> お島も通っちゃうけどさ <laughs> 私もブロックされましたあああの小僧も通っちゃうけどさ、うん いやまあでもそうさ選挙ってそういうもんだからね、本当にさ、あんなおばかさんは通らない方がいいと思うけどもなんでブロックうんなんか普通に、なんかこう、いやー、せっかくの機会なんで、えー、私のね、意見をひとつき万冊で取り上げてもらってもいいでしょうかとかって言ったらさ、いいのに。ねうんなんか本間さんもブロックされて、本間さんがブロックされたって聞いたときはです、ね、私、ブロックされてなかったんですけど。そうだよねうん、うん 後から見たらですね、あれ、ブロックされた <laughs> もうさ反、えっと、反対意見の人間と、うん、あの話し合う、そういう話し合おうという気持ちがない人間はさ、うん、政治家やらない方がいいよ。 資本主義の社長とかだったらね。うん、あの、別に反対権聞きたくねえよとか、お前にはうかれねえよとかっていうふうに、こう言ってもさ、全部自分に引っかぶってくるから、うん。でもうそれご自由に。はい、なんだけど、政治家っていうのは反対も賛成も結局税金もらってるじゃん。うん。だから聞かないとダメなのよ。で、それを聞いてね。うん。それを聞いて一番いい方法を、うん、探,探っていくのが政治家の仕事だからさ。うん だから俺なんか絶対政治家なんかやりたくないから、ね、いや私も嫌だよ嫌いな人嫌いって言っちゃうもん俺、ね、嫌な人嫌だって言っちゃうもん息を吸うようにブロックしちゃうもん俺、うん、も嫌だしさ、うん、いちいち話聞くのめんどくさいし、うん、だけど政治家ってそれをやってもいいって言って政治家になるわけうん、うん、それができるんだって言ってさでえっ、ー、と国民のお金で政治家やるわけでしょ、うん あつまり、てささでもさ俺たちは別に彼にさ話し合いなんか要求もしてないけどね <laughs> まあねままあね、ただ彼が挙げたデ,モあのデマはデマだよって言っただけなんださ、うん、でも、じゃあ俺がいやこの彼の話は上げたツイーデマですよって言ったら、うん、えどこがデマなんですかって、うん、私はこう,こう,こういうそのソースをもとに話をしてるんですけどって言、うん、やいいじゃん。うん でて思ったら、えー、速そそのツイートを削除して、うんえー、ん私たちは、あのー、意図しない形で拡散されてしまったっていうこととかなんか言うてたけど、意図しないとまおツイッターってお前の掲示板じゃないから。<laughs> お前の家の中の台所にこうやってね <laughs> ぶら下げてるあの掲示板とはけが違うぞってね。 まあそうなんだよな。うん。うん、まあトミー・オファーってそんなのもいるんだね。まあいるだろうねう。まあ逆に、あの、スポンサーからの損害賠償請求があるっていうね、話は、まあ、電通が噛んでるから、まずやるんだったら電通に行くわけですよ。ね。うん、だけど、もし本当にスポンサーが、あの、なんだろうな、そ本当に68社丸ごとね、 訴訟するのかっていうハードルもあるんだけども、うん、じゃあ電通が仮にですよ、間に入ってないとしましょう。仲介だけをしたんだっていう場合ね。うん、そうしたらまあ確かに組織委員会をスポンサーが訴えることになるし、うん、で組織委員会に対して、はい、ええー、まあ損害賠償請求やってそれが税金になったりとかっていうこともまああるのかもしれないけど、うん、だけどそれをもしするんであれば、ほら見ろと。 この契約書を見ろと。東京都議の都民ファーストの会の私が得た情報によると。ね。うん、そういう契約になってるんだとかっていうふうに出してくれたら逆に歓迎ですよ。うん。うん。あ、そうなんだと。<う>すごいねと。う,ねうん。まあそういうことだよね。うん、それは我々持っていないからね。うん。っていうか、公開されてないんですよ。で、あの、本間さんは今までその箱堂にいた、 ね経験を生かして、こういうのに電通が噛んでいるのであればこうだろうというふうにで、それを質問をしても全く答えてくれないのが組織委員会というところ、うん、<laughs> それで税金使いまくってるのおかしいんじゃないっていうことを指摘されてるわけじゃないですか。ううんでねあのー、その何、うん、と,とにかく何でもいいから、エビデンスがあるなら出してみろて、うん いうことなんだけど、うん、出さないで、うん、出さないで <laughs> 逃亡するという,、ねうん、う本当にさ、政治家と、政治家じゃないんじゃない、その。<laughs> まあね、でも、そういう人が率いているコミニファーストの会も、もし中止カードを切れば勝つ、まあ、それはもう選挙だから仕方ないわな。うん、でもなんか、この記事、すごいよね、天才小池百合子の巧みな戦略っていう。 えー、要するに菅 vs 小池百合子だったら、小池百合子の方に軍配が上がるんじゃないかと、こういうふうにこう言ってるわけですよ。まあそうだよね。うんまあ、でも確かに、菅さんと小池百合子さんだったら、こういう揉め事の時は、小池さんの方が上な気もするわな。うん、っていうかね、やっぱね、自民党はね、言えないでしょ、さすがに中止って。まあ、ガードは。うんいや 切りたくても。うん。切りたくてもね、その精神的なハードルはね、小池よりこれもはるかに上だと思う。うん。だってさ、あの招致を決めた時の内閣は自民党だったわけでしかもその時の首相は安倍だったわけ、ねうん、あの、で、自分はその時あの時は官房長官だった二千2013年は。ちょっとわかんないけど。 まあ、官房長官ですよあそう、うん、じゃあ、まあずっと同じ穴にいたわけじゃん、うん、結局。だけど、小池はさ、東京都知事じゃないから、その時ね。うん、あの時は猪瀬さんだし、うん、その次、増添さんだったわけじゃない。うん、だからもう、間接的にも小池は絡んでないんだよ、うん、東京オリンピックで。うん、で、自分が、あのー、都知事になった時は、うん 結局、あのー、都知事になった時は、もうオリンピックはやるっていう規定路線の中で。でどうすっかっていう話だったんですね、小池さんっていう話の中でやってて、うん、でだいぶほら、あのー、予算が高すぎるって噛って、かみついたりはしたけれど、うんうん、まあでももうここ二3年はさ、規、うんまあ、定路線で静かにやってるっていう感じだったけど、うんうん、まあ、あのー、菅に比べたらさ、うん 別に私が承知ししたわけじゃない私はもう、知事になったときはこういうレールが引かれてたから、うん、しょうがねえからレールの上で引いてやってきたけど、ねうんうん、で言えるじゃない、そこはね、あのー、精神的なこの負担っていうのは、うん、まあしかも自民党の場合はさ、やっぱさ、まあ首相であって、しかも与党であって。うん しかも今までずっとあらゆる省庁にお前らオリンピックに協力しろよっていうしてさ、うん、ずーっとやってきたわけじゃ、うんあらゆる省庁、あらゆる協力団体、うん、そういうものにオリンピックにとにかく、うん、あのー、メッシュ暴行せよって言ってきたわけだ。だからね、須賀がかんね、オリンピック諦めましたっていうのはね、うん これはやっぱすごいハードル高いわけよ。うんなるほどな。うん。まあ、もうとにかく日本中の医療関係者からの医療関係機関、うん、団体が、うん、とにかく絶対無理っていうさ、うん、例えばだよ。で、その頂点が医師会の会長で、これ、おーっつって、うん、その子の要するにこの署名が上ェーってってさ、うん 医療関係者ばっかり何十万人でねとかって,て、うん、出てきたら考えるかもしれないけど、うん、まあねそこまでやらないと思うしさ、うん、でも民意っていうのはすさまじくこう膨れ上がってるわけで,、うん、で組織委員会がやることなすことまた刺激するなチクチクとさ、うん、あのとにかくオリンピックに関するニュースって、あのー、人々の神経を逆なでするニュースしか 出てこないでしょうん。なんか、そうだな、うーん、オリンピック、協力しちゃおうかな、みたいなニュースなんて、一つもないわけじゃない。<laughs> まあそうで <laughs>。ね、何かあったらさ、見せてくれよっていうぐらい、うん、今そういうニュースがあったら、すごい希少価値がある。うん、で、いやいや、池江選手頑張ってるでしょうん。でもそれ池江選手頑張ってるの別にいいんだ、それはそれで。うん、池江選手が、 えっとめちゃくちゃ頑張ったからといって医療体制の崩壊が止まるのかっていう話じゃないよ。まあ、残念ながらね、それはどれだけ残念ながらね。うん、っていうかさ、うん、もうちょっと深いこと言うとさ、うん、その池江選手の、ね、白血病からの復活を支えているのだってさ、要、うん、従事者だぜ。うん 医療が充実して医療がちゃんとしてるからあの子はさ、うん、最短時間で復活できたわけじゃないうん、うん、で同じような白血病で悩んでいて例えば無菌室の中で暮らしてる人たちだっていっぱいいるわけそうでですねでじゃあさそこにさあなんか無菌室でえあれだろ患者無菌室の中にだからいるんだったらそこに看護師いらないよなこ <laughs> の看護師オリンピックに回せよって回すかいやーそれはありえない でも結局、看護師500人くださいって言ってるのはさ、うん、そういうことだよね。うん。どっか、全国に暇な看護師はいませんか <laughs> 今、この状況でね。うん。ねえ。そたら、ちょっと東京に2ヶ月ぐらい来てほしいんですけど、うん、あ、ただで、ただでね。<laughs> 怒りしかない、そんなこと言われても。 ひどいでしょ、だから本当ひどいは、うん、まあもう本当にさ、いつもひどい話でひどい話だって言うけど、すごいよね。まあそれがこのね、あの、看護師の五輪派遣は困ります、デモツイート10万件超え。でしょ本当さ、ありえないだろ、お前らって。うん、そのありえないことを平気でやってくるっていう、この。 うん、神経が凄まじいよねで、まあ、そんな中ね、あのこの組織委員会とか自民党がさ、まあ、この記事にも書いてあるけども、あの今回のね、えー、久保田さんの記事にも書いてあるんですけども、あの菅政権がねアスリートにワクチンを優先接種させるべきかと,のとじっくり検討しているうちに、 小池都知事が本日コロナ感染状況を踏まえて東京都としては五輪を中止するべきだとバッハ会長に申し上げました。なのと不意地を食らわせる可能性はゼロではない。ただでさえ感染拡大を防ぐために何もしてないなんて叩かれる菅政権の評価はさらに地に落ちるだろう <laughs> いやもうマジでさ、真珠湾攻撃で。<laughs> <laughs> いきなり真珠湾攻撃かってさ <laughs>。いや、ほんとそういう、まあだからね、本当小池はさ、別にそれができる立場にいるんだよ。うん、いやもちろん東京都としてはずっとやるやるって言ってきたよ。うん、言ってきたけど、彼女が始めたことじゃないから。うんうん、彼女が来た時はもう体制全部出来上がって、うん、で、あの東京都のオリパラ準備局っていうのがあって、うん もう活動してたからねえっと石原慎太郎ですよね最初まあ大元はねうん出しっぺねえね言い出しっぺが石原慎太郎でその次に猪瀬さんだったっけうんでそれでからなんだかよくわからないので失脚してで、えー、次に松添さんになってでこれまた何,何だかよくわかんない理由で失脚してしかも猪瀬さんと松添さんはこの なんだかよくわからないなんかことでですね失脚したときはオリンピックはコンパクトにって言ってるんですよね。でねゆり子さんはですねあの選挙の時はですね結構吠えてたんですよで。最初もちょこちょこって吠えたけども、うん、急にヒュンっておとなしくなって、うん、そしたら長期政権になってる。いやー、分かりやすいね、君たちっていうこうなんから。<laughs> ね でとりあえずやるやる言ってきたけど、うんうん、だから別に小池はいつ裏切ったとしても、うん、おかしいじゃねえか、お前が始めたことじゃねえかって言われない。うんうん、お前はだって東京都知事だろって、いや私東京都知事になった時はもうやるって決まってたんだよって言えばね。うん、しかもそれもうだいぶ前ですよねって。うん、この状況を見て前に決め、前の,前の前の前の知事が決めたんだから、 やらなきゃダメっってて言うんですか、うん、私はそんなことよりも今の状況に柔軟に対応し都民の命の保護を五輪開催よりも守りたい思いでこのように苦渋の決断をもう涙ながらにやっております <laughs> みたいなこれ人気が出るイメージしかねえよないよね。そ、うん、れはだから12月8日に習って5月8日あたりから、うん いきなり真珠湾を攻撃するのは大激震ですよ、その方 <laughs> もちろん大激震、<laughs> もうあ,あらゆる新聞の一面、一面ぶち抜き、ぶち抜きですよ、もう、号外出るな、号外出るでしょ、ひとつきマンスターズ、即もうライブ配信ですよ、もう <laughs>。 ちょっとおばさんおばさんっつってゆりこがやったよっつってあの子がやったからすぐちょっとライブ配信しちゃうっ,って <laughs> 寝てる場合じゃない寝てる場合じゃないもう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 飲んでるちょっと水風呂でも浴びてきて今すぐやろうっつって <laughs> <laughs> はバーにいるもうわからわかじゃあ,あのもうタクシーに出すかすぐ帰って,んって <laughs> そんな感じ <laughs> まあほんとそんな感じだよね、うん、これねもしかしたらうんうん ね本当ね、あの、うん、やれる可能性は十分にあるからね、うん、まあそれでじゃあどうなるかっていうと、うん、まあもう、あのー、都知事やめますか、や責任を取って都知事をやめるか、うんうん、またやめないっていう選択肢もあるんだけね、うんうん、別に。ただ、これやめるって言っちゃったほうが、スパッとして綺麗だけどね。うん で、そんで、あの、衆議院に出る、うん。出る。出る。出るっていうか。あら、もう、勝っちゃうだろう。国民の命を、あの、オリンピックから救ったっていうああ知って。真のコロナ対策をっつって。で、また、新党結成とか言って、あれなんか前も見た風景だな、おい、みたいな。<laughs> どうせまた裏切んじゃねえの、また排除するとか言わねえか、おいっていう。<laughs> そこにまたさ、うん。 国民民主とか維新とかはわけわかんないのがいっぱい集まってきてささすがに立憲にいる人たちはもうこう池見とこにはいかないといかないでしょこれで行ったらどれだけお前ら <laughs> 痛い目見ただろあの時にっていう <laughs> <laughs> あまあちょっとさ面白いけどさうん、うん いやだからほんまあ多分オリンピックはもう無理だと私は判断いたしました東京都知事も辞任いたしますとうん、うん、そしたら日本初の女性首相、うん、野望に近づきますよそれは、うんうん、しかも別にあれなんですよ 実際に中止に追い込まなくてもいいんですよ、これそうそうそう。そういう手があるんだよね,ね。この記事にも書いてて、うん、ああ、確かにそうだなっていうふうに思ったんだけど、あの、実際に中止にならなくっても、私はそういう選択肢もあるのではないかと、ね、思いますっていうふうに発言するだけでさ、もう、それに対して橋本聖子と菅義偉とか丸川玉代とかが何言ってんだっていうふうに言ったら、どっちを支持するか。 うん、国民は。で、それで菅さんの支持率も自民党の支持率も下がっていく、小池さんの支持率が上がっていく、こういう状況を作り出せますよね。そ、うん、で、それでオリンピック、それでもやるっていう風になったら、私は都民の命が優先だというふうに思うんですけども、開催都市契約の主でもありますが、あの菅のじじにね、言われたからしょうがないのよっていうふうに言っちゃったのさ、もう。これはかなり 強烈そうね、うんだから反対反対の意思表示をしたとしても必ずしも潰す、うん、その確約になるわけではないっていうね、うんうん、まあでもな東京都知事がやらないといえば、うん、やらないと言って、うん、いやもうそのオリパラの、うん 準備作業も一切停止するって言えば、ね、うん、できないから、うん、そこで終わっちゃう、止まっちゃうから。うん、だから東京都知事がやらないと宣言したら、本当は潰れるけどね、やっぱり、ね。だから、あのー、うん、やるべきではないと言いつつも、うんうん、作業はやらせてるっていう、うん、ダブスタを。 やってれば、うんあのー、私は反対って表明したけど、でも作業は止めないでおいてやりますね、うん、みたいな、それってどこまで理解得られるかな、うんでもこれでですねオリンピック中止だとを言って、都議選をじゃあ乗り切るぐらいは大丈夫なんですけど、衆院選まで2か月から3か月あるじゃないですか、うん多分ね、自民党の反撃が始まると思うんですよ。 まあ学歴詐称問題に関して、もう外務省ルートとかまで使ってですね、カイロ大学にまでチェックして、あいつは学歴詐称だとかもうスキャンダル出まくりだと思う。まあやるだろ。うなもうそっちゃかめっちゃかにあると思うわ。<laughs> まあそれはあるだろうね。あるでしょう,う <ん S 1> この。このままやられっぱなしでは終わらない。終わらん終わらん。それは向こうだってね、 まあそう考えるとですね、あの、一番いいのは自民党もダメージを掘って、小池入子も帰り地向こう傷を浴びてずーっと沈んでいって、混沌とした世界になった。与党ってどこみたいな <laughs>。あれなんか、与党ってどこ小池、なんかさ、あの、三国志の世界みたい。天下三分の計みたいな <laughs>。なるほどうん、睨み合ってると。睨ってる。ずっと睨み合ってる。ずっと睨み合ってる。うん。 まあでもね、そういう状況になると、少数派のね、維新とか、あのー、公明党がものすごく重要視されるんですけどね。あうなのうん。県家3分の K だと、曹操が小池 <laughs> まあイメージ的には乱世の勧誘。そうね、うん、やっぱり曹操になっちゃう。でも、うん、そうするとでも、ギーだから一番でかいからな。うん、ちょっとへ、ちょっとうまくははまらない。はまらないね。うん。でも、小池、まあ立憲系、 自民党系みたいな感じで分かれて、うん、まあ、どこが与党なんだろうみたいなね。あ見てて面白いけどね、それは。それは面白いけどです。でも実際のところさ、小池さんはやるのかっていうと、これはこれでやっぱりハードルありますよ。菅さんよりは低いとはいえさ。うん。うん、いや、それはあるよ。ね、だって今ま,で今までやるやる言ってきたから。うん、これは言ってきたからね。うん。うん 波の人間でではきないと思う例えば俺がさ、東京都知事だったらさすがに相当苦しいね、いね。だって昨日まで、昨日までだって東京都東京都内のあらゆる部下に対してのオリンピックやるわよってずっと言ってきたわけじゃない。いろんな会合出てオリンピック頑張りましょうって。 ずっと言い続けてきた。うん。それなのにさ、うん。やっぱやめろって。うん。できるのはやっぱりあれでしょう。うん。あの、ゆりこさんはほら、え、それは私のあの、あれお化粧乗りが悪かったからっってたお化粧した別の顔が言ってたもん。<laughs> ちょっとね、外すわっつって。 <laughs> そ,れそれ、あの政治家に対するやゆとしては言っているんですけど、あの政治家に言ってるのであって、私、あの女性に対しては、これあの、毎回言うたびに、この心が苦しくなるんですけど、このギャグ言うたびに、ちょっとそれ、気にしすぎよ、俺。<laughs> うーん、まあちょっと気にしすぎじゃないそう、そう。そう <laughs> あの人は大丈夫よ、あの人は。 えー、都民ファーストの会のね、小島さんにはブロックされてるって言ったけど、そういや、親分の小池さんは大丈夫かなと思ってチェックしたらブロックされてませんでした。さすがにね、格が違うわな。うん、我々が気にするようなお方じゃないよ、ねうん。そんな女帝が我々みたいな、あの,の、ゴキブリに二人、いや、ホンマさんゴキブリじゃないな。<laughs> ほんさんはあの、可愛い,いなんだろうな。あの、ワンちゃんぐらいで。本 <laughs> 当 <laughs> <laughs> 私がゴキブリぐらいで <laughs>。 俺はあのほらゴキーブリーからミトコンドリアぐらい <laughs> ミトコンドリアだったらか, <laughs> か,かなりたくさんいますよ。<laughs> <laughs> まあね、あのお方はそんなこと一時期にして、チェックもしてないだろう、うん、どうせ、な <laughs> あんなの、あんなうぞうむぞうのあれがうだうだ言ってるの、私は忙しいから見てないわ、でもね。 少なくともな、この、でも確かに菅さんと小池さんだったら、どっちが中止を言うかっていうと、小池さんの方が言いやすいんだよね、大間さんの言う通り。うん。あとは、バッハ会長がさ、我々のこの、もうちょっと前の見立てではですね、日本は土地狂ってるけど、IOC はまだ理性的な判断するよみたいなところがあったじゃないですか、うんね。うん。 それはほら、あのー、海外のオリンピック委員会が去年みたいにね、うん、うんともう中止にせよ、うん、延期にせよ、あのー、っていう、そういうほら、あの、意思表示を結構やってたからね、うん、去年。うん、<laughs> だそういうのが多分、3月ぐらいになったらそういうのがバッハのところに集まってきて、うん、で、バッハもしょうがねえなーって言うかなと思ってたら、うん 今は、そういう声がほとんど出てないんだよね。いや、これだからね、バッハさんロビー活動ですよ。うん。間違いなく。これ、多分ね、順番的には、去年の10月に我々五,五輪中止が IOC から通達があったと。もうやめた方がいいんじゃないかっていう風にあったと。いうふうに言った時は、うん、まだバッハさんまともだったんですよ。うん。で、それを自民党が蹴っちゃった。うん。で、蹴っちゃったら、いや、じゃあもう進むしかないんかって。なると、バッハさん側としてもですね、 とはいえ、また今日なんか2020年の時みたいにギャーギャーギャー言われたら、俺の IOC 会長選挙にも響くしなーって考えて、いろいろロビー活動したんだと思うね。まあそうだよ。うん。まあ多分それだろう。うん、そうこはバッハさんからはないでしょう。まあ、う,うん、まあもうもうほとんどないかな、うん、ただまあほら、まだアメリカがどう言うかっていうのも確かに。残ってはいるけどね。そっかそっか、ここで大きな そう,そう,そうバイデンという新しい要素が。新しい要素がね、うん、<laughs> あの空気あまり読まない雰囲気を持って、日本が起こったハンバーガーでも食わしとけみたいな、ポチが、せっかくポチが海を越えてやってきたのに、<laughs> オリンピックな、分かった分かった、うん、オリンピックあの開会式行ってあげるからなって。うん 言いそうだったけど言わなかったっていう、ね。全く言わなかった。招待状すら受け取らないという。うん、でしょうん。やっぱりあの人はね、ちょっと空気読まない人なんだね。いや、もしバイデンさんを、あ, <laughs> あの、オリンピックにね、転がせるためにはですね、菅さんがこう言うしかないです。バガロマお日中同盟組むぞっつって。<laughs> ただ、それをやったら多分で、ね、菅さんは、あれ 新庄みたいな感じにあれだと思うよ、見つかる。あ、最近見たいな、と思ったら、あれ、あのなんか、あのー、川に向かってるの首相じゃねみたいなことになりかねんからね。怖<っ>それは絶対大体思うよ。うん、いきなりはね、無理だよね。日中同盟めえ、こうぞこの野郎、バイオリンピック今夜っていうのは、あまりにもちょっとね、損して得取れずの次元ではない。うん <laughs> <laughs> まあそれは、ね、さすがにあんま支持得られないだろうしな、うん、今な <laughs> 自分で言っといたんじゃないですけどそんなことやったきにはもう <laughs> 自民党も崩壊だよまあ崩壊するだろう、ね、喜ぶのは二階さんぐらいだよ <laughs> あれ中国の時代来たみたいな感じで <laughs> まあ別に自民党なくなっても俺の党を作りゃいいしな、まあ、うんそう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 ,そうやるだろうからね、うん、彼はね、うんいや そう考えると IOC、まあ東京都知事、そして菅首相。うん、IOC が動くのはもうアメリカしかない。ないですねアメリカの人権団体があの北京オリンピックボリコットしろみたいなことをめっちゃ言って。 てるんですよやっぱ海外では結構それのニュースが熱くって。うん、で、そうじゃなくって、えー、まあ、東京オリンピックに関しても感染爆発を広げるからやめようっていう運動が高まればね、今んとこは高まってない。そう考えるとやっぱりね、ゆり子 VS 菅っていうですね、どっちもこのすごいんだけどね、これ。うんうん でもなゆり子の方が言いやすいだろうな。まあ、百り子、小池百り子さんの方がいいあの言いやすいですよ。うんまあ、ほら、最悪さ、菅 <coughs> はやっぱりさ、自民党を代表してるっていう立場があるけど、う,ん、うんと、百り子はさ、都民、うん、ファーの、えトミーファーの今今ってさ、うん、明確なトミーファーのあれじゃないでしょ。 えっとね。ポップじゃないよね。あのー、これ謎な肩書きなんですよ。例えばですね、都民ファーストの会のホームページを見るとですね。うん。えー、都民ファーストの会っていうホームページを見るとですね、私たちが東京大改革を進めていくっていうふうにね、こう書いてあってですね、そこにもゆり子は出ていません、小池さんは。だよね。はい。だけどですね、上の方にですね、<laughs> 特別顧問挨拶っていうのがあるんですよ。そう,そう,そう,そうで、これをクリックするとですね、べーんって。特別顧問なんだよね。特別顧問って何っていう感じなんですけど、<laughs> まあでも、あそれう言われてみたら、ミャンマーのさ、うん、ミャンマーのあの人、今また遊兵されちゃってる。アウン・サン・スー・チーさんアウン・サン・スー・チーはさ、の肩書きってさ、うん、確か特別国家顧問だって。 ことは何あのよ、ー、り子も、私、の首相とかってちょっと私には似合わないんでとかってって、うん、なんか政権取ったら特別国家顧問とかになるのかなでも、アウン・サン・スー・チーさんって今の肩書きは、確かね、国民、なんか、えー、っと変わったんですよね、クーデターがあってから確か。あまた変わったの、うん しかねまあまあ、ちょっとすみません、それまだ追い切れてないんでわからないんですけど、うんうん、いや、それで、うん、うんと、だからね、そのスにさん、うん、そのトミーファーの、うんその正式にはトミーファーのトップでもなんでもないじゃん、そう。だから背負ってるものがさ、うん、やっぱり姿あの小池とでは、もう丸,丸っきり違うわけ軽いわって。軽いよね。うん 出すトミーファーも裏切るかもしれないよあそう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 ,そうあの人のことか関係ないか関係ない,よ関係ないかあんなにで、ね、いろんな人がトミーファーの人がすり寄ってきてても知らんっつってうん、<の>ユリコもドン立てますっつってあ,あれですよほら3段切り離しロケット <laughs> バスバスバス <laughs> もう最後やし一番最後ここで 最後のジャンプをするときに、オ、うん、ミフーファーパスって聞いて <laughs> そして、女性首相へって。うん。だから、関係ないから。まああの人の政治家としての動きを見てると、本当そういう感じですからね。うん。うん、関係ない。ただね、あのー、私、小池さんを擁護するわけではないんですけど、この日本という男性社会。 ガッチガチの、もう、経団、うん、もう、権力者層になればなるほど、そうだし。うん。あの、国会議員、確か 10%, 10ぐらいだったかな。女性がね,ね。女性が少ない。経団連の、あにあの、議員、うんえー、経団連のメンバーに至ってはですね、ほとんど男性。ってか100%じゃなかったかな。まあ、そういう中でのし上がっていこうと思ったらさ、あ、これぐらいもう腹座って突き進まなきゃダメっていう。そういう意味では、 日本社会に歪みが生んだ女帝だとも思いますよ。まあ国民の間でやっぱりまあこのオリンピックに限って言えばさ、うん、国民の声を代表する政治政党が今ないわけだまあ共産党はあるけれども、うん、ちょっとやっぱり人数が少なくてさ、うん、本来であればどこかがそれを代表して、うん 連日、与党と言い争わなければならないのに、うんうん、誰もそれを言ってない,ていうそうなのよね。うん。だそこが、小池がつけ入る隙があるっていう。うん、隙があるって言うと、あれだけどさ。まあだって、ね、共産党は確かにオリンピックはもう中止だっていうふうに言ってるけど、立憲民主も言ってないしね。やっぱ立憲民主が言わなかったら、まあ、厳しいよ、これは。 厳しいよねそれで国会で毎回議論になっているんだったら小池さんが今更言ってもお、まあ、前から言ってたけどあ東京都知事もいらっしたのかで終わるんだけど、うん、野党がこうちょっとふにゃっとしてるから小池さんにこうお私の出番かしら <laughs> このタイミングを <laughs> <laughs> 野心を抱かせるわけですよね。ふぬけばっかりだから。お けやっちゃかやっちゃうかなって。でもそうなると、じゃあ次の都知事、誰になるんだろうね。ちょっと今思いつかないけどね。うん、もう一応、この前の任位はさ、まあ、あの宇都宮さんだったよね。だから選挙またやって、またやるんじゃないの、うん、またほら、人寄せパンダ引っ張ってくんだろう、う自民党。まあ、自民党がね。誰、うん、かね。 いやなんだろうね。ああ、じゃあアナウンサー繋がりじゃ、あ丸川、お前行け。つって。そうそう,そう,そう例えば。<laughs> えばそんな話 <laughs> そうだ。宮原淳子とかさ。もう嫌だ、逃げる東京か、もう。<laughs> <laughs> 無理。<laughs> ちょっと無理。小池さんは、制作公約は何にもやってないけど、なんかあの、肝っ玉とかさ、このなんか迫力。 あるじゃん三原純子とかになったらさ何にもねえじゃんもう <laughs> <laughs> 昔出したレコードがあるいやいやもうそんな政治家として業績なんないよ <laughs> <laughs> まあだけどやっぱり改めてね考えるとゆり子小池ゆり子これがキー,、ね、キーマンならぬキーウーマンやなこれは <laughs> 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 あのー 国民の期待は高、<laughs> 国民の期待は高まってますよ、ゆりこさん <laughs> <laughs> <ー>。本当にな。これはね、やっぱりちょっとさ、うん、この数日間だけでも、期待は高まったと思うよ、うんうん。看護師は使い捨てじゃないんだと。うん、もう医療崩壊を誰かが止めてくれと。うん このままだと自民党は止めないから、うん、国民が殺されちゃうよと誰か止める人いないのかーって見たら私やジャンヌ・ダルクが <laughs> ジャンヌ・ダルクだっっ神のお告げをいただいたじゃジャンヌ・ダルク最後あぶりなんでどちらかというと <laughs> あの聖体号とかそっちの方がイメージか <laughs> いや政体,体,体号も最後ダメだったか <laughs> <laughs> じゃあエカテリーナ <laughs> あエカテリーナ、エカテリーナ、女帝つながりで。うん。小池に見たら、あのエカテリーナってさ、うん、エゴテリーナとも呼ばれてたんだよね。<laughs> まあ、そうですか。エゴが強いっていう <laughs>、うん。それぐらいになきゃ無理だよ。まあ、無理だよね。エカテリーナいいんじゃないの、うん、うん。まあ、あのー、そういう感じでさ、うん、こうほら、あのー、フランス革命のあれみたい、こう、なんか、ほら。ら旗持って 戦闘に挟持ってこう、うん、ねう五輪中止って書いたらいやーまあでも本当にそうなったらすごいなとは思うけどうん先行きが不安すぎるねえ<ー>、うん、すごいよね、うん、本当にすごいわそういうなんていうの <laughs> イレギュラーなさ、うん ものの登場に期待をかけるっていう政治状況っていうのは、うんうん、やっぱり非常によろしくない、ね。で、ね。だから、<laughs> 本間さんも言ってたけど、野党が国会で議論を尽くせっつの、これ、本当に。それにつきます。ね。はい。まあ、そんなわけでね、あのー、今日はちょっと本当に小池栄子は五輪中止のカード 切るのかという考察をしたけど、いろいろ考えると、やっぱり IOC、都知事、政府で考えると、小池さんが確かに一番切りやすい立場にいるなっていう結論になりました。うん、はい。うね、どうなることやら。はい。これでトミファーも切ってやってくれたりしたの、お <laughs> し排除するとかって言って。 <laughs> まあそんなわけでね、まあ、あの、オリンピックに関するいろんな話をしてきましたけども、あ,あの、このね、ブラックボランティア、本間さんのこの本、別に小池がどうのこうのとか関係なく、問題山積みですので、ぜひ勉強してほしいなっていうふうに思いました。えー、それでは今日も読書っていうことで、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら、本間リブさんのですね、応援をしたいという方向けに、 動画の有料講義を作りました。まあ、電通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、ものすごいですね、勢いで、まあ、我々の生活に実は影響しているということが、まあ、こちら国会議員さんとか、まあ、あるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、公共の団体のところで講演したものをもとにしてですね、まあ、私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごい、ま、長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにもよろしくお願いいたします。 今日も読書。